三重県鳥羽市の三木本真珠島で、なんじゃもんじゃの木が白い花を咲かせています。なんじゃもんじゃは、木製化の落葉樹で、昔、雪化粧したような光景を見た人が。何というもんじゃと尋ねたことから、その名がついたと言われています。花が咲くのは、数年に一度で、その期間も、およそ一週間と短いのが特徴です。三木本真珠島のなんじゃもんじゃは、今が七分咲きで、これから一週間ほど楽しめそうです。